ジェローム・リーン・デイビスは、アメリカ合衆国の軍人、宣教師、進学博士、新島ジ,ジョーラと協力して、京都に同志社営学校を創設した。JD ・デイビスと表記されることが多い。また、JD ・デイデビスとも表記されていた。デイビス夫妻同志社営学校の教師と学生たち、デイビス記念館ニューヨーク州、グロートン出身、ベロイト大学在学中に南北戦争が勃発する。 北軍の義勇兵として、イリノイ不評第52連隊に入り、連隊騎士として軍部に就く。シャイローの戦いで武功を挙げ、最終的に中佐になる。戦争終了後軍籍を捨てて、ベロイト大学に復学し、卒業後シカゴ神学校で学ぶ。牧師の資格を得て、ワイオミング州での開拓伝道に従事していたが、やがて、日本伝道に興味を抱き、 1871年12月にアメリカンボード宣教師として神戸に上陸。翌年 D.C. グリーン宣教師前田太一らと共に宇治の村に地給の英語学校を開設し多くの学生を集めて授業の前に聖書を教えた。1873年2月にキリシタン禁制令の考察が撤去されてキリスト教信仰の自由が保障されるとグリーンと エイビスらは、元町四丁目に家を借りて、キリスト教徒書の書店とチャペルに用いた。神戸の次は、京都に移り、新島城と二人で同志者最初の教員になる。実質的に、同志者の影の校長の役割を担った。この間、1882年には、母校ベロイット大学から、進学博士の学位を授与された。新島の死後、1890年に、英文で、 新島常連を表した。また女子教育の尖閣者でもあり、1876年に女性選教師アリス・ター・クウェザーを米国から招いて、京都の自宅に女子塾を開いた。これが、今日の同志社女子大学の起源である。1910年、休暇で帰国中に、オハイオ州、オベリンで発病し、永明した。彼の遺言,言マイ・ライフ・イズ・マイメッセージは、 同志社大学京田辺キャンパスのデイビス記念館の正面ロビーに刻まれている。